待て待て、ちょっと整理してもいいか？もちろん。つまりこういうことだよな。兄貴と会って喧嘩して仲直りして、北門と喧嘩して謝って仲直りした。仲直りって表現が適切なのかはわからないけど、簡単に言ってしまえばそういうことになるのかな。兄貴とのことはドームライブのすぐ後か？そうだね、始まりはその頃だったと思う。そうか、なるほどな。それ聞いて、いろいろ引っかかってたことが腑に落ちた気がする。大変だったな、リーダー達弘。でも相変わらず水臭いよな。ちょっとくらい俺たちに話してくれれば少しくらいは役に立てたのに。それとも俺たちがそんなに頼りなかったか？まさか、そういうんじゃないんだ。ただみんなには迷惑をかけたくなくて。悪い、今のは言ってみただけだ。責めてるわけじゃない。そうなの？少しくらい責めてもらった方が気が楽になる気もするけど。それは無理な相談だな。ずっと抱えてきた問題に一人で立ち向かったわけだろ。そんな相手を責めるなんて俺にはできない。達弘、ありがとう。全部一人で立ち向かえたわけじゃないんだけどね。ん？ううん、とにかくみんなには心配をかけてしまって本当に悪かったと思ってるんだ。今の話も5人揃った場で改めてきちんと説明するつもり。ただその前に。関村のことだな。うん、やっと自分のことが落ち着いたところで、まだ全然追いつけていないから、まずは今達弘たちから見た帝について教えてほしいんだ。了解。でもはっきり言って J2D の撮影から状況はほとんど変わってない。いや、むしろ悪化してるな。リーダー、ここ何日かで関村と顔を合わせた記憶あるか？うん、まさか帰ってきてなかった？靴は確認していたんだけど。大丈夫だ、帰っては来てる。ただ忙しすぎて飯は全部外だし、帰ってきてやってんのは多分寝るくらいだと思う。俺たちが話しかけてもジョインしてもさらっと流されるっつうか、ちょうど音材と見守る段階は過ぎたのかもしれないって話してたところだ。そう、最近は俺もスケジュールが不規則だったから、そのせいで帝と顔を合わせられないんだって思ってた。だけど前にすごく忙しかった時期も。え、関村。あれ、達殿にリーダー。お疲れ様です。お疲れ様。ちょうどよかったよ帝、少し話がしたいんだけど今から。すみません、荷物を取りに来ただけでもう出るんですよ。そうなの？じゃあ今日は何時に戻る？わかりません、夕ご飯は適当に食べてくるので僕のことは気にしないでください。それなら明日の朝は。ね？え？ああ、すみません、ちょっと今考えが。とにかく話ならまた今度。これは大変なことになっているね。だろう。こうなるまで気づけなかったなんて本当に信じられないよ。いや、お前の話聞いたらそれも仕方ないと思うが、これからどうする？そうだね、今すぐにでも動かないとまずいと思う。とりあえず俺は今から社長と話してみるよ。ゴーシ君、このチョコクロワッサンあげます。めっちゃ美味しいから食べてください。チョコクロワッサン？いらねえ、甘いもん好きじゃねえんだよ。それくらい知ってますよ。でもこのチョコクロワッサンは特別なんですね、ゆずき。はい、ほろ苦で甘々です。いや、甘々っつってんじゃねえか、自分で食えよ。でもせっかくゴーシ君にも食べさせたくてみんなの分買ってきたのに。うるせえな。ずが高校生組は遅れてきてんのに、なんでお前らはいいんだよ。サボりか？スクーリング期間が終わったので、J
自宅学習中なんです。へえ。通信高校のシステムっつうのが正直よくわかんねえけど、あれか、課題とかあんのか。はい、今持っているので、よければ僕の代わりにどうぞ。お、で、今なんつった？お疲れ様。今大丈夫かな？ありがとう。実はちょっとお願いがあってね。今日の夕方なんだけど、うちの事務所に来てもらうことはできるかな？昨日カズから僕と君の3人で話がしたいって連絡をもらったんだよ。予定が立て込んでいて一旦保留にしてもらったんだけど、今日急に時間が空いてね。カズも夜まで少し余裕があるみたいだから、君の時間さえ合えばと思って。どうかな？その声、少し無理をしているね。否定してもわかるよ。そもそも君が忙しくない時なんてないからね。ただカズも少し切羽詰まっているようだから、お願いできると助かるよ。ありがとう。じゃあ16時は厳しいかな。余裕を持って17時にしておこうか。了解。それじゃあ17時によろしくね。誰か、さっきからスマホが鳴ってるけど。ハル。ん？カバンの中、見てみたら。5分前、ギリギリセーフ。みんなお疲れ様。聞いて、僕たち待ち合わせてないのに駅の改札でばったり会ったんだよ。すごいよね、こんな偶然ってある？まあ、同じミーティングに間に合うように目的地に向かっているわけだから、改札で会う可能性がゼロってことはないと思うけど。トノちゃん、ここは運命だねっていうところだよ。はい、行って。え、嫌です。ガーン、嫌がられた。ミロク、ユータはこう見えて結構ナイーブなんだから、そういう時は運命だねって言ってあげなきゃ。そうなの？じゃあ運命ですね。わー、アホか。お前らくだらねえこと言ってないでさっさと座れ。ジョイン？誰か乗ってるけど。ハル。はいはい。なんだお前か。ミーティング中は音切っとけよ。はい、了解です。ヒュッチ大丈夫？アカネ、うん、大丈夫。じゃあみんな揃ったことだし、もう始めちゃう？そうですね。皆さん始めてしまって大丈夫ですか？もちろん。ではうん、初日まであと1ヶ月ほどということで、かなりギリギリではあるんですが、ヤシャマルさんや他のスタッフとも検討して、ダンスステージなら追加可能という結論に至りました。現状のセットリストがかなり完成されたものであることと、時間的にも余裕がないというところで、歌ありのステージを足すと尺的にも逆に物足りなさを感じさせてしまうのではないかという懸念もあっての提案です。それは一理あるかな。歌ありだと14人の曲を1曲足すか。グループメドレーでそれぞれ短い尺の曲を足すくらいしかない。まあ曲は多ければその方が喜ばれるだろうが、新鮮味には欠けるな。珍しい組み合わせのシャッフルユニットで歌うのは面白そうだけど、それこそ時間が短いとがっかりさせちゃいそうだよね。それに今は全体の完成度を上げる方が大事だと思うし、
歌となると曲選びに時間がかかるから、今そこに時間を割くのはちょっと違うかもね。そうなんです。そこで考えたのがシャッフルユニットでのダンスリレーで、せっかくなのでバンビ時代も含めてこれまでほとんどない組み合わせでユニットを作ってみました。そのリストがこちらです。ウケる。トノとユータくんのユニットめっちゃ面白そう。よし来た、トノちゃん。これは運命ですかね。だね。しかもこれ絶対いいタイプの運命だよ。頑張って二人でかっこいいステージにしようね。俺はオサリと桃太郎。あれ、もしかしてこれまで組んだことありましたか。いや、桃太郎となら何度かあるが、この三人は初めてだ。オサリがいると一気に想像がつかなくなるな。アカネチンとマッスーの組み合わせも面白いね。それからケンケンは、コーチン、ケンケンのグループ。あ？ねえ。はい。俺たちのコンセプトは？今どんなイメージで考えてるの？現状は3人の王子というイメージで考えています。ファンの皆さんをお姫様に見立てる形で、3人の王子がそれぞれ求婚するような感じでしょうか。最初は優雅なダンスから始まって、途中から3人が競い合うような流れを表現できたら素敵だと思うんです。ビジュアルも振る舞いも王子様という言葉が似合うお三方だと思うので、いかがでしょうか。3人とも王子様が似合うっていうのはすっごく納得だけど。だけど？いいじゃん、3人の王子悪くなさそう。本気か？本気だけど何が問題？このコンセプトすごくいいよ。小鹿ちゃんたちも喜んでくれそうだし、何より君が俺を王子様みたいだと思ってくれてるっていうのが気に入った。姫がお望みなら友達との奪い合いだって演じるよ。まあどう転んでも最後に君を手に入れるのは俺なんだけどね。さすが藍染さん、飲み込みが早くて助かります。どうも。この話はもう大黒側にもしているの？いえ、なかなかスケジュールが合わなくて、こういうミーティングは持てそうにないので、詳細はバラバラに説明することになると思います。概要とシャッフルユニットの組み合わせは今日中に B プロのグループジョインにお送りしますね。では今藍染さんには少しお話ししましたが、このまま各ユニットのコンセプトを。簡単じゃないことは分かっています。だけどどうしても帝のスケジュールの調整をお願いしたいんです。ソロの仕事に関してはオファーが来たメンバーが受けたいと思う仕事を受けるべきだし、事務所もその方針で動いているのは知っています。基本的にムーンズはスケジューリングが得意なメンバーが多いですし、特に帝は誰よりもそういう管理がうまい。だからこれまで口を出そうと思ったことなんてないし、グループ以外の仕事はみんな自由にやれたらいいと思ってきました。でも最近の帝は明らかに様子がおかしいんです。このまま今まで通りに仕事を続ければきっとどこかでパンクする。仕事量自体は以前とあまり変わらなくても、質が完全に変わって下調べや勉強が必要なものも多い。だからやっぱり仕事量を減らさないと。カズが言いたいことは分かったよ。とりあえず座りなさい。立ったままじゃこちらも落ち着かない。はい。それで白石君にこの話は？昨日
帝のスケジュールを見せてもらった時に少しだけ。この話も本来は白石さんを通すのが筋だということは分かってます。でも本当に時間がないって感じるんです。俺が帝の状態に今までちゃんと気づけていなかったせいで。だから今こうして時間をもらっているんです。帝さんにこの話はまだ。でも相談という形にすると本人は拒否するんじゃないかと思って。学業ではそれなりの成績を収めていますし、仕事も歌やダンスだけじゃなく幅広く頑張っているつもりなんですが、何をしても気に入らないみたいで。これ以上どうすればいいのか、本当に要求が高くて困ったものです。たとえツアーまで持ったとしても、その後どうなるか。ムーンズのリーダーとして今の状況を見過ごしたくないんです。カズ、まず言っておかなきゃならないのは、君たちの仕事には重い責任が伴っているということだ。君たち一人一人のために見えないところでたくさんの人が動いている。だから一度受けた以上、君たちにはその仕事を全うする義務がある。そして僕にはその仕事を全うさせる義務があるんだ。でも社長。ただそれはその仕事においてメンバーの安全と安心が保証されていることが前提だ。それが伴わない場合、強行しても義務を果たしたとは言えないし、むしろ仕事をさせないことこそが僕の責任と言えるだろう。大黒さん、それってつまり今帝が置かれている状況、グループのリーダーからの直訴、その他のことも含めて総合的に判断すれば僕も同意見だ。早急に仕事量の調整が必要だろう。それもそれなりに大幅な調整がね。君はどう思う？私も同じ意見です。それで実は少し前から私の関わっているもので、帝さんの仕事量を抑えられるものがないか検討していて、まず取材関係はしばらく帝さん抜きで、不自然にならないようにメンバーのバランスを見ながら調整したいと思っています。あとはラジオのレギュラーですね。これもしばらく MC の形態を変えることで帝さんの負担を減らせるんじゃないかと。レッスンやリハも全体でないものについてはもう少し日程や場所を工夫できないかと。さすが凄腕の A&R だね。もうそこまで練ってくれていたんだ。すみません勝手に。いや、こちらも実はソロ仕事のオファーに関してはもうかなり絞っていてね。すでに決まっているものも一部はメンバー変更を考えているところなんだ。そうだったんですね。じゃあ出遅れた俺だけが一人で慌てて、すみません余計なことを言って。